子のハートソングス。こんばんは、前田敦子です。ラジオネームことなさんからのメッセージです。あっちゃんこんばんは。こんばんは。私は毎日寝るとき部屋の中に貼ってあるあっちゃんの写真を見ながらスヌーピーのぬいぐるみを抱いて寝ます。スヌーピーのぬいぐるみがないと落ち着きません。あっちゃんは寝る前に何かしたり、これがないと寝れないっていうものありますか？何？かわいい、ことなちゃん。私とスヌーピーありがとう。でもね、なんだろう、嬉しいですよ、私の写真。でも私が聞く話だと、人の写真とぬいぐるみを寝るところに置いちゃいけないって言いますよなんかお化けが集まってくるみたいな。あ、こんなこと言ったら私剥がされちゃう。まあわかんない、落ち着くんだったら嬉しいですけど、私はだからやらないかも。何もないかな。なんかそういうものはあんま置かないかな。服がいっぱいありますけど、服がかかったりはしますけど、あのね、私はお香を焚いて寝ます。だからじゃあことなちゃんも私と同じこれにすればいい。私の写真はなんだろう、なんか、まあ、机とかの上にも飾ってくれて、寝るそばには何も置かないで一緒にお香を焚いて寝ましょう。私は抹茶、緑茶の匂いか桜の匂いを焚いて寝ますよ。大好きなのお香を焚いて寝るのが一番癒される。で、あと部屋は真っ暗にします。あーって寝るかな。あとは映画見て寝るか、映画を見ながら寝落ちするみたいなのも好きかな。そんな感じ。ことなちゃん、メッセージありがとうございました。さて、今週は月にまつわる曲を紹介します。今日はカレン・オー&エズラ・クーニグのザ・ムーン・ソングです。これね、はぁ、世界で一つの彼女の、ね、エンディングテーマなんですけど、めっちゃいい曲、かわいい曲。それでは聴いてください。また明日。前田敦子でした。